障害者をはじめ誰でも気軽にスポーツを楽しんでもらおうと、渋谷区で国内最大規模という障害者スポーツのイベントが今日から3日間の日程で始まりました。はい、頑張ってください。はい、頑張ってください。完全に頑張ってくださいね。はい。今日から始まった共生スポーツ祭りは、日本障害者スポーツ協会などが初めて開きました。テーマは、障害があってもなくても誰でもスポーツを楽しめる社会の実現です。今日は陸上競技用車椅子の乗車体験などができるほか、車椅子バスケットの日本選手権の予選が行われました。国内最大規模の障害者スポーツイベントという共生スポーツ祭りは、今日から3日間、渋谷区の東京体育館などで開かれます。